ューカのこれでいいんだよねもうこの繰り返しでいいんだべプリコネってああそうなのもうこれはぜ最強キャラなんだクラン立てたらこじきできるのいやこじきは俺の特技なんだが立てとくかこれどっかこのクランからどうやって抜けんのこれ脱退後24時間はクラン所属結成できません大津です ガチオツ <laughs> おいー作れねえじゃねえかやクエストここまで終わった4の12あのね全部星3にしながら進めてるんだよね俺こういうのこういうのさあの星2とか星1で進めんの許せないからでパーティーはこんな感じこのイリーやこ,こいつの代わりにこうやってこいつが入ってたんだけどこいつすぐ死ぬからもうこいつは戦力がいつく

5は急がないいや俺5急いで実は言うと5急いでんだけどなんでかっていうと6があともうちょっとでアップデートで入るらしいんだよね俺5急いもう、まあ、危ねえ危ねえ俺らもう何が何でも5にしてやろうと思ってたんだけどあら誠6まだなの <laughs> 危なかった危なかった <laughs> 見てるだけだいやまあこういうソシャン兵ってこういうゲームよ言っとくけどそんなかかるのこれプリンセスコネクトリダイブリセマラの特定画質でやって後から変えたんでしょそれなら修復いかやく我特有のスタミどのキャラが好きやのいや俺はもうマホちゃん大好きだけどあんだけブスブス言ってたマホちゃん信者になりつやから このゲームでもあれよなソシャゲーの中でもさキモ,トキモータ感強くないグラブルとかあったらさ絵柄とかがさあの他の人たちにさいやこれこのゲームキモータ感すごいますとがなんかさその俺がリセマラしてた時に可愛くないって言ってた子いたけど全然可愛いい誠。 チン俺マコト全然かわいい俺ちょっときつめの子の子も好きよ俺ちょっときつめの子も好きキャルちゃんとかもう狙いすぎやマコトぐらいちょっとねうん、コッコロ派めっちゃ遅そうだなコッコロ派はちょっとあれよ気をつけろ

あたしから離れんなよ。何があっても絶対にお前を守ってやるよ。ダブル、スタンに似てうるさいね。へへへ。わらわら。にやにや。にやけるな。にやけるな。にやにや。めっちゃいい。ダブル、魔法もいけ。かわいい。 かわいいね、マコト。マコトかわいいね。あたしみたいなやつ。普通の女の子扱いするのなんて。お前がどういうこと嬉しいなおい、こいつおい、こいつ、おいこいつメスの顔してやがるよ誘うんじゃねえよ、こんな夜にや 誘ってくるんだよおいかわいいな笑顔がかわいいえニコトしてるあれこんなこんな誠初めて見た31レベルにしてこんな誠初めて見たわお前そんなそんな笑い方するんかマジか どどんん好きになってくなあれはいストーリー見ますはいはいまことのストーリーみんなで見ますおいサニ決まってんだろ聞くな BGM ほんとうるさい ダブル、やっと振り込め始まったな。ダブル、中。わらわら、疑問に、スタミマダオ。よーしよしよし。今日もランドソルは平和っ。もう日も暮れちまったし。パトロールはこの辺で切り上げるか。お前、夜にそんな格好でうろつくな。お前。俺だったら許さん。許さん。俺。ここに。家に帰って店の手伝いをしねえとな。居酒屋は、むしろ夜からが書き入れ時だし。 おい、そこの前お前だよ。どうしたふらふらしてるけど、クシーンじゃら。クシははや。これ、バレてますかごめんなさい。うん今は あと51時間もすりゃ店を開けるからさ店内の清掃中だからごめんだけど入ってくんなよあたしがだからさ掃除とか得意じゃなくてなお前がいると気がちって何かその辺のものをうっかり壊しちまいそうだ別に邪魔者扱いするつもりはねえけどさ照れてるな わらわらするなガチで悩むな悩んでるわら悩むな手伝え分岐<ん>ありがとうよで,とでも気持ちだけ受け取っとくわ,わ,らわらは自分が任された仕事は自分で最後までやり遂げねえとすっきりしねえんだよなあたしそういう性分なんだよくそー <laughs> 間違えた間違えた <laughs>

1>, 1人じゃ食いきれねえからさよかったらどうだ料金は請求しねえからさ残飯処理みたいなもんだしあたしの手作りだからあんまり味は期待すんなよ <laughs> あそこに座っとけ。 今料理とかいろいろ用意するからさ。これで音変えたかな。おめえもしかして。今のやばいな。わかったよ。名前変えろ。メニュープロフィールから名前変えとかないか。スタンに行く。あの、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 あの打てないんですけど。わらわら。かわいい。あやや。あ、え。クトアル v。それはあやや。クトアル v。あやや。それはあやや。じゃあもうあややでいいよ。あやや。あやや。わらわら。まあまあ、いいわ、しょうがない。あ、ダッサ。

お前、言うやー。どうしようもねえやつだな、本当に。店閉まってっつってねよ。怖いわー。 まだたタダ飯を喰らいに来やがったのか <laughs> どっちくしょうだ <laughs> 分かってるねえマコトが怒ってるサービスしてやるほど私は優しくねーんだけどなあーもういやまだちょっと下心見せんのもいやでもこれ男勝りしてる女って あの好、ー、意向けられるとすぐ落ちる縁もあるんだよでも最初から詰めすぎると引かれちゃう可能性もあるんだよねとお男慣れしてないっていうところを攻めるのか <laughs> いや下はいかん下はいかんお金なら払います。金の問題じゃねえよ。あんわいろってんだよ。めちゃ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 怒られる <laughs> めちゃめちゃ怒られるんですけど。まごだす <laughs> とすいませんまごだすすいません, <laughs> ません <laughs> そういう問題じゃ。 な,ないですよね。じゃあ明日出直してきます。ごめんなさい。いや俺もこんな時間に来たくなかったんだけどさ。

ブイお前常識をどっかにおっことしたみたいな振る舞いをするような覚えとこマジで常識をどっかにおっことしたみたいな振る舞いをするような 一体<ん>何を作ってるのってな<い>あ,あ、みんなえっと、これはその…材料が余ってたから…残飯じゃないんじゃん、まこと俺のために作ってくれてるじゃん

曲にも出せば好評なんじゃないかっていやまだまだ売り物になるほどの出来じゃねえよあいいあ女の子だ,あ、ま、だおいそんなにバクバク食うなお前すっげえ腹が減ってたんだなぁまこといなかったら食い倒れてんのかなんなのこれゆうやはこれゆうや何どんな生活を送ってるの <laughs> 何 <laughs> やっぱ 自分で作って、自分で食うだけだと思う。閉店後の店に。味見してくれるやつがいれば。ズコズコ入っていくは厨房に入るわ。<laughs> ただ飯食うわ。<laughs> 何こいつ。<laughs> いつでも味見しに来るって。<laughs> はあ、こいつ。何言ってんの。ちょっと待って。ゆうやを止めてくれ。<laughs> ゆうやがゴミすぎる。マジで、何言ってんの。こいつ、また来る気なんだけど。何してんの、これ。ズズしすぎんだけど。スタッフさん。 ゆうや誰かに、ゆうやを止めてくれ。そう、ゆうや、ちょっと、こ、あつって言っちゃってくれよ。そうよ。いいんかいなんで、お前優しすぎるまこと、まことは言いやすぎる。いいんかいなんでだよ。なにこいつ天使かかわいがすぎるな。 <laughs> <laughs> この間まとめて支払ってくれたからいいけどさあ払ったんだ払ったんやさすがにな それよりもてめえちょうどいいところに顔を出しやがったなこっち来いやなんしたお前計算とか得意かあ、すみません計算はちょっとあの高卒なんであーそこは高卒なんでそれ勉強は無理ですだからさ私を助けると思って代わりに計算してくんないまず<ズ>い <laughs> 一番まずい展開が来てる <laughs> 最悪の展開 <laughs> おまずいなあお前記憶喪失なんだっけえなんでなになんのりこれえどういうことえ俺記憶喪失じゃないよねえなんで煽ってきてんのこいつえどういうことえ俺記憶喪失 じゃあいいよ頑張って自分でやる店の経理とかを赤の他人に任せるわけにもいかねえしなでもやっぱりめんどくせえ。わらわら記憶喪失だったのかすがさん知らないのかそういう設定ですななんだ<何>なんか光ってねーか <laughs> 俺光ってます <laughs> いや店の中ってかあたしらの周りの全部がキラキラって輝いてるあ多分それ濃いです

私すっかり小テストのこと忘れててさいやべえよ小テストとはいえ赤点取ったら補修があるしなめっちゃ可愛い,いやんやい制服の誠できるだけ詰め込んどこうと思ったんだけどな なんかボケーっとしちまってたつーか試験範囲すらわかんね終わったもうダメだ <laughs> ここで励ましたらさ誰やんみたいなあの勘違い野郎があの頭ポンポンするみたいになるじゃんここで仲いい奴って一緒にナイクになるあーとか言って一緒に乗った方がいいこれは一緒にナイクん <laughs> 急に大声を出すな <laughs> クラスの連中が何事かっってて顔でこっちを見てんだだろろ <laughs> やめろよよあんまり注目されたイン <laughs> キ, <laughs> キャが無理してそういうことするとごめんって。 おっと、お前とダベってる場合じゃねーんだよ。勉強しねーと。あ,あ、でも面倒っす。<laughs> 通貨腹減って頭が回んねーし。まずは飯食おうぜ、飯。あ、飯食え。んしたお前いつも弁当だろ今日は忘れたのか抜けてんな、相変わらず。よかったら、私たの弁当をちょっとだけ分けてやんよ。お前、ちょっとやさし。

変な具合だまだ寝ぼけてんのかわ、ま、かんないここの話設定わからん前作手伝がってんのはいは、はい、終了どういい夢は見られたれごめんねあれ以上はちょっと本来の記憶とズレがありすぎる感じだから 強制終了させたわ誠ちゃんも勘がいいのか何かに気づきかけてたしねえー、本来はあんたと誠ちゃんっていろんなしがらみがあってそこまで表向きは仲良くできなかったみたいねでしょうね本来の記憶を取り戻さない方がもしかしたら誠ちゃんにとっては幸せなのかもしれないけどいていてまあ今のあんたにそんなこと言っても意味わかんない。 とりあえずお前誰や <laughs> あんたの心は整理されて補強される。あ、うん、なるほど。何の準備もなく全部の記憶を取り戻したらそこ、うん、がありすぎて頭がバグっちゃうし、うん、今後も段階的にたくさんの女の子との思い出を夢を通してあんたの心を補強していくからね。なるほどね。いつまでも夢は見ていられないの <laughs> 現実と向き合わなくちゃ。誰にとってもそれと。あんまり長話してらんないのよね。今回はこの辺で。バイバーイ。まあ、そうそうらしい。陰キャとギャルが一緒に,に遊ぶはずがねーんだよって言われました。おめえなんでそんな長仲,仲良くなかったのに急に仲良くし出そうとしたんやつ。 記憶と全然違うことすんじゃねえよ、強制修羅じゃーって。やめてくれ。W。ああ、急に説教するじゃん。集めろ。W。エッチ。スタさんどんな気持ちで見てんだよ。と本皇帝に敗北し意識を失っていた主人公は。はい、誠と結婚します。W。誠が好きです。W。逆に悲しくならないか。違う。オートでいっか。そうな、ね、オートでいこう。またゴミが落ちてやがる。W。 昨日は強風だったしな街から飛ばされてきたもんがゴロゴロ転がってんのな看板だの靴だの何だの。 ひ切れやいやいやこれ俺のペースでいいよ。どっかのアホが捨ててった。食いカスとか包装紙も。<laughs> ポイ捨てしてるの俺とかじゃないよね。多分ね。私一人で掃除するとなると骨が折れるな。<laughs> こいつさあのいやマちゃんさ結構一人ごと喋る節があるからさまだ隣に俺がいないかもしれないんだよね。こっからとったったった取ってさなんかゴミをばらまきながら。

ちょっと待ってえっはもしっあっ<れ> <laughs> おいおい,おい飯食えなくてぶっ倒れてんじゃねえかよ <laughs> おいゴミ扱いされてるさゆうや ちょーちょっとちょっと中腹減って倒れただけだけどちょっとごまかしてこう近頃街のそばにも魔物が出没するって噂は聞いてたけどああよかったまあこがバカでよかった死んでくれたてめーは弱っちいくせにちょっと待って安あそんな言わんでもこと待ってまこと待ってまこと待ってなんで次からは護衛でも頼むんだな誠なに本当にゴミだったツツンンするじゃん。 トロールには厳しい。 よし、これで大丈夫。怪我したところはあんまり触んなよ。ん本<当>お礼なんていいって。困ったときはお互い様だろ。それよりも、お前こんなところで何してたんだ <laughs> あんまり、帰還でくれ。エステレラカイは比較的安全だかあんまり帰還でくれ、だから。お腹が減ったやっ、つ。マジで死ぬからな。信じてくれてありがとう。ん 私はカオの仕事でゴミ拾いをしてるんだよ。お前、暇なら手伝ってくんねえかどうも一人じゃ、日が暮れるまでに終わりそうにないしさ、その代わり、私がお前の護衛をしてやんよ。ここいらの魔物なら余裕で蹴散らチるしさ、持ちつもたえつってやつだどうだこいつ一人しかおらんのじゃないこのカオ。 えゴミの分別の仕方がわからない全然何も知らねはよな。<laughs> <laughs> ゆうやがゴミですゆうやが一番ゴミでしたはいゆうやゴミ一番ゴミなのはゆうやですほんっとにムノコッコロちゃんいこうコッコロちゃんがいいコッコロちゃん コッコロちゃん見とくかちっちゃな新米ガイド役いきましょう君たちから人気キャルちゃんとコッコロちゃんってどっちが人気だろうあこっコッコロちゃんのコッコロああコッコロ多いなコッコロちゃん見とくか君らが押してるコッコロちゃん見とくかな

どういうこと？鬼にぶつかって滅びそうでした。キャシャキャシャやなー、ちっちゃいやな。助かりました、アルジ様。気を引き締めます。引き締めます。こういうのがオタクは来ちゃうから、気を引き締めます。グッドかなんかこの表情が来ちゃうから、オタクは。 すみません。キョロキョロよそ見をしながら歩いてはいけませんね。けれど、何もかももの珍しくて興味深いのですよ。これは可愛い,いわ。けれども興味深いですよ。お前は？一応ちょっとオンブしとく。 どんな反応が返ってくるん,んだか見てみたいんだけど。ガイド役ですとかでなんかガイド役ですってなんかその紹介してるってことはさ初対面じゃなんじゃないの？この画像見てくれ。ダブル下衣ペッチオンブ下衣下衣オンブ指定で何の画像だよこれ。の方がいいかもしれん。はいや。あいこれ。

がバカすぎるーどうしようぺってしてくださいお前もよく普通でいられるな。目の前の男が記憶喪失してからと言って紙幣むしゃむしゃ食い出したらそんなに冷静でいられんぞ、普通。 お金を口に入れてしまうなんて、さては空腹なのですね。ね<様> <laughs> いつでも払ってんやん、お前。<laughs> 買い物の前に食事にいたしましょうか。<laughs> とくずやマジで女に会うたびに飯をせがんで何しとるゆうや。私たちが宿泊しているホテルも近所ですし、確か厨房もありましたよね。食材を買って。 まあそうかー。 お金払って飯食わねえといけないそのお金の使い方がわかんなくて食っちゃうんだもんなうーん陛下にあいつの監視を命じられたからずっと気づかれないように尾行してるけどあいつ呼ばれいけお前 <laughs> 朝からずっと無目的にブラブラ歩き回ってるだけよね <laughs> もしかして私の尾行に気づいてるだからあえて意味のある行動をせずにいるの いや人間すでもあいつそんな知恵が回りそうに見えないわよね <laughs> 私の美行は完璧なはずだし足音を消すのとか得意だもんついでに魔法で気配を遮断してるしうん大丈夫大丈夫私は着実に任務なんだって私は陛下のお気に入りのいい子だもん 上手にもも。ああ、こういうキャラなんだ。<laughs> へえ<ー>。一度ぐらい褒めてもらえたらな。わらわら、高卒で電車だがいらわら、る。口とじろや。可愛い。やばいわ。猫。おいでおいで。かわい。いかわいな。あたしの下僕にしてあげるお前仕事どうしたんや。私、大事な任務の途中なの。だろだろ。<laughs> やべえさ。 お前らと違ってノラじゃないからねペットだからご主人様の役に立たないと捨てられちゃうのよニャニャ泣いてるかわいいあれあいつがいない <laughs> <laughs> お約束ですね。こ、えー、あいつって気配ないのよね。ちょっと目を離すと見失っちゃうわ。どこ,こ行ったー猫と遊んでる場合じゃなかったわ。わら、スタ <laughs> チャイと。あ、パン魔法で、あいつの居場所を探れば。後ろに立ってるよお前の。俺のことだから、見下ろしてるよ。うーんって。ゆえ、気 えー、マジでいるやん <noise> <noise>

こういうキャラなんだねうわあもうこの普通に声をかける驚かせるってことはもう尾行に気づいててってことこれ <laughs> 俺がだったら驚かせるかな <laughs>

頭が切れるじゃねえか、ゆうや。ここぞというときに。泳がしてたんだよ、キャルちゃん。お前が朝から尾行してないと気づいてんの。当たり前でしょいやいや、何のことかしら尾行なんてしてないわよ。自意識過剰なんじゃないの

あんた道を聞きたいの,迷子なのだから声をかけてきたのね。つうか、朝からずっとウロウロしてたのに、道に迷ってたからなの。つ,つき目的地はどこなのつっても、あたしもこの街には詳しくないから、道案内とかは無理かも。よかったな、コちゃんだったらコッコロちゃんだったから許されたけどさ。 キャルちゃんの前でお金食っとったら、多分。怖すぎる。ビンタされとったぞ。迷子に。やっぱ心だな。いや、俺ちょっとダメだな、俺。やっぱ俺誠だわ。コだなんか心の。心に話に。心の話もあって。ゃっね、キャルちゃんの話もあって。いや、でもやっぱ誠やなーって思ったね,ね。最後に主人公のペコリーヌ見て。 マコトが一番だったら話にが話をしててマコトと話してて,して,ておもろいもんコッコロちゃんは可愛いなっていう感じキャルちゃんは何言ってんだろうなって感じだけどマコトは、まあ、一緒にいて楽しいまゴミ運命はウケてるんだけどチェック Thank you for watching!